さあ、日曜日なので目標の振り返りの機会にしましょう。え、なんせですね、目標達成っていうのは多くの人が年始、1月には絶対今年目標達成するぞーって言うけどね、もう1ヶ月もすると大体30%くらいの人は忘れております。人間っていい加減。え、1年間の目標、アンケート調査によると、達成したっていう人19%、達成できなかったっていう人37%、 この二つの合計56%、あとの44%は忘れてしまっている。忘れてしまっている人が目標を達成することはないし、成長することはほぼないんじゃないでしょうか。このボイシーリスナーの皆さんにはこの44%ではなくて、達成したっていう充実感や、 できなかったけど成長できたという充実感、充実感を手に入れてほしいので、えー、毎週日曜日に振り返りを僕がするので一緒にやりましょうという回になっております。それでは、鴨頭嘉人よしひとの目標を30個カテゴリー別にどん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 発表します。健康で7つ。毎日体重と体脂肪率と筋肉量を測り計測する。OK。1日平均6時間以上の睡眠時間を確保する。なんとかできてる。毎日必要なサプリメントを取る。今ね、ビタミン。 今、ビタミン C とビタミン D 多めに取ってる。なぜかっていうと、風流行ってる。インフルエンザ流行ってるからですね。ビタミンです。今、私、ビタミン頭です。週に1回以上、サウナに入る。できてる。もうこれもね、河野さんと久保田のおかげです。えー、月に2回以上、ボディトリートメントを受ける。 あ、受けてる。これ、ユンユンね。ユンユンのおかげで体調整していただいてます。針もバンバン、バンバン打ってもらってますっていいんだっけあの、調整してもらってすこぶるいい感じです。え、年に6回ボイスセンターで診療を受ける。これ喉、ードちゃんと言ってます。この前は85点って言われて過去最高にいい状態でした。年に1回人間ドックに行く。まあ、今年は年に2回行きましたので、バッチリです。運動で2つ。毎朝筋膜リリースとストレッチをする。あ、これ最近できてなかった。 最近できてなかった。あの、YouTuber のミッコさんっているんですよ。今もうチャンネル登録56万人とかじゃなかったっけな。彼女に、えっとね、携帯する、持ち運べる筋膜リリースのやつを教えてもらったんで、今度ゲットするので、出張が続いた時でもそれを使えば筋膜リリースができるっていうことです。えー、1日に平均5700歩、1週間4万歩以上歩く、寒くなってサボってます。パーフェクトにサボってます。えー、レジャー自己啓発で4つ。 本を年間288冊以上読む。月24冊以上。まあ、読めてるかな。最近電子書籍になってきたな、私。えー、月1回、えー、お茶ですね。裏千家東京武士道会で心を磨く。バッチリやってます。最近メンバーも増えて盛り上がってます、東京武士道会。男性だけですけど入れますから。どうしても入りたい方はメッセージください。えー、映画を月に2本以上は見る。派遣アニメ。 社員の研修で見たよ。東京、鴨頭ランド全員で。派遣アニメ。もう映画館ではやってませんけどね。あの、ブルーレイとか、DVD とか。あ、どっちネットフリックスとかかなで、あの、見れます。派遣アニメ。カタカナで派遣。カタカナでアニメ。素晴らしいです。えー、舞台を月に1本以上は見る。あ今月はいけてないですね。今月行ってません。 次、ビジネスで7つ、コミュニケーション大全を10万部販売する。現在、12ずり5万部でございます。頑張ります。ちょうど折り返しでございます。えー、約半年。九十十一十二一あ、まだ、まだ5ヶ月ですからね。頑張ります。えー、カモブックスから、年間6冊以上の本をリリースする。ちょっとこれ自慢していいですかカモブックス頑張ってますよ。やっぱりね、後藤さんっていう、もう編集歴、 40年だ。編集歴40年の方を顧問にお迎えしたんですよ。やっぱりね、この方が入ってくれたおかげで、年間10冊以上出せそう。2023年、カモブックス10冊以上いきますよ。これは楽しみにしてください。えー、NFT の本も4月に出そうと思ってますから、楽しみにしていてください。えー、次、焼肉マフィアを単月黒字化。まだだなでも最近ちょっとインバウンドのお客様が来始めてます。いいですよ。 シンガポールのお客様とかね、来てますからね。つい韓国のお客様来たら爆発症の気がしてますね。なんでこそこそなんでしょうかね。えー、続いて、カモファンディング、クラウドファンディング、年間100プロジェクト。あ、クラウドファンディングの勉強会そろそろやろうかなと思ってます。やっぱり夢を叶える大人を増やしたいっていう思いが強いので、ね、もうお金っていうのもあるんですけど、お金はね、お金に価値はないと思ってます。 お金を使って夢を叶えることはむちゃくちゃ価値があると思っていますので、えー、その時にお金がないから夢を諦めるっていう大人がやっぱりいてほしくないので、えー、それを応援、文化の中で達成していくカモファンディング。えー、今度講座やろうと思ってますので、またお知らせします。えー、NFT のプロジェクト、Web3 おじさん1万人育成計画、頑張ってますよ。3700名の方がね、新たに NFT 始めてますから、これ1万人までやり続けます。諦めません。1万人までは。 え続いて会社の年賞10億円以上獲得する。これまだ期が始まって3ヶ月ぐらいなのでね。いけるかいけないかギリギリぐらいの、あの、つま先立ちの目標でございます。会社の運用残高、えー、最低1億円を持つ。全然まだ溜まってません。使いすぎです。新規事業の立ち上げを、えー、っと、ここでは3つ。もうもっといっぱいやってますけどね。大きいのだけ。東京エデュケーションギャラリー。セミナールームと NFT のアートギャラリーをオープンする。 4月ですかね。4月ぐらいの予定です、えーと。ちなみにクラウドファンディングで、この東京エデュケーションギャラリーにあなたの名前を刻印したステンレスプレート。 あげることができます。これもね、詳細が決まったらまたお知らせします。あなたの名前が入っているところでセミナーを行われて、あなたの名前が入っているのが背景に映っているところで、もしかしたら鴨頭吉人とキングオングの西野晃さんが対談してるかもしれない。興奮するでしょう。そういう企画がありますので楽しみにしていてください。鴨頭吉人のデビュー、歌手デビューをする、12月予定です。デビューライブ。 で、デビューライブなんでそんなに遅いのかっていうと、いろいろ事情がありますけど、まあ、ライブの前に、プロモーションムービーを YouTube でガンガン出そうかなと思ってますね。やつ、っていうことは、プロモーションムービーを夏か秋口に出したいので、レコーディングはね、春、先とか夏、初夏ぐらいですよ。もう2ヶ月ぐらいではもうレコーディングに入ろうかと思ってるので、ちょっと今歌の練習。コージーさんっていうね、むちゃくちゃイケてるボイストレーナーの方に教わっております。コージーさんの、 ボイトレ、えー、教室。えー、っと、うちでやろうと思ってます。池袋で。焼肉マフィアを使うかな。で、やろうかなっていうふうに思ってますので、これも決まったらお知らせしますので、楽しみにしてください。ボイトレい,いっすよめっちゃ教えるのうまい。コウジュー先生は。最高です。えー、続いて、オーストリッチ。ダチョウの皮ですね。軽くて、強くて、柔らかくて、高級感がある。4拍子揃った、オーストリッチの皮ブランド。 カモストリッチのリリース。これも4月ぐらいの感じで進んでおります。もうバックはほぼほぼできてますので楽しみにしてください。お財布も作っております。楽しみにしててください。えー、続いて発信で3つ。ボイシーを通常放送を毎日。プレミアムリスナーを週1回発信するやってる。インスタグラムを毎日発信するやってる。インスタ頑張ってる。頑張ってるの。 え、本を2冊以上出版する。えー、これもね、コミュニケーション大全を出して、えー、次に NFT の本出すので、年2冊以上のペースで出せてます。最後に支援活動4つ。株式会社チムニータウンの絵本を寄付やってます。カモビズシードを育成して、株の所得を2社以上。カモビズ盛り上がってますよ。今、日本1位会員数が伸びてるオンラインサロン。実はカモビズです。すごい伸びです。ぶっちぎりに1位でございます。 えー、月初の1日と2日と3日しか入れないんですけど、あの、事前にね、えっ、ー、と、予約をする順番待ちっていうラインの方は常にオープンしておりますけど、入会できるのは123の3日間でございます。えー、アパレルブランドを1899モールで出してるんですが、1899モールの顧問になって、国内会員数の増加に貢献をする。えー、っと、あ、明日だ月曜日ライブやります。 1899モールの社長の園社長と、あとは宇宙一の神さん、鴨もさんと鴨頭が人よしひと。三社でやります。なんとその時に、えー、新メニューし、新しい新商品のリリースもあります。言っちゃおうかなアデランスです。アデランスとのコラボです。<laughs> ドライヤー出します。鴨頭が人よしひと。 アデランス、ドライヤー、カモガシラヨシヒト、アデランス、ドライヤー、え、ちょっとくすっと笑っていただければと思います。え、人間力大学子ども支援やってます。ということで、えー、目標をだいぶ8割以上達成してる。まあ、1年間の目標はまだまだね、あの、この時点で達成とは言えないのでね。 あの、一年間を通じて達成するものと、まあ、毎日やったり、毎月やるものと混ざっているのでね、大体、8割ぐらいのペースで達成してるよっていう、えー、それが今週でした。さあ、今日は、愚痴のチャプターがございます。愚痴です。鴨頭義人よしひとが、ボイシーリスナーさんにわざわざ、愚痴を発信します。えー、今日の目標の中にもありました。インスタグラム。 インスタグラム、私のインスタグラム、今、どういう状況か言っていいですか伸びない、やめられない、インスタでございます。これ、伸びない、やめられないインスタ。これ、わかりやすく言うとですね、1年間、フォロワー数が7万8千人、ビシッと固定。で、固定っていうのはどういうことかっていうと、 新しくフォローしてくださる方の人数とフォローを解除してくれる人数が同じが一年間以上続いております。伸びないです。で、一生懸命やってますよ。一日に二つ文字投稿と一日に一つ写真投稿、一日三投稿やってるの。でもね、伸びないの。でも、 7万8千人がフォローしてくれてるの。わかります一瞬思うのよ。こんなに伸びないなら、こんなに求められてないなら、やめようかなって、思うの、弱い私。でも、7万8千人、まだフォローしてくださってるの。その人のことを考えると、やめられない。でも伸びないの。伸びなくても価値あるじゃん。そう贅沢本当にこんなこと言っちゃダメ。 でもわかります一日三投稿地道に毎日一年以上して伸びないと頑張りたけど頑張れなくなりそう弱い私。もう声がカスカスになってきました。なので、あのー、この弱小伸びないっていう意味のね、うん、フォロワー数は大きくてももうね弱、弱ってるよぼ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 インスタグラム、私今、 続けるか、もうやめてしまおうか、悩んでおります。もしもこのボイシーリスナーの皆さんで、インスタグラム見てるよっていう方がいたら、コメントお願いします。コメントなかったら、諦めるかもしれません。それでは、さよう。